本山村は、兵庫県に、明治22年に誕生した村で、最初、内郡、五婿郡に属し、昭和25年に、神戸市東灘区の一部として編入された。東は、聖堂村、住吉川を挟んで、西は、住吉村、南西は、魚崎町、南東は、本城村、北は、有馬郡有馬町。村内は、野木、岡本、 田中、田辺、北端、中野、高地、森の八大寺に分かれる。三麓には、平原があるが平坦でなく、傾斜を有する。八部落中岡本、北端、高地、森は主に高地に、のき、田中、田辺は平地にある。本山村子より、明治時代の字、大技別に着色。本山村子より、明治後期の村とその周辺北方は、 六甲山地で、北京に六甲山最高峰932.1メートルが、そびえるほか、500から800メートルとの山々が喫立する。おのおのの河川は、北部の山地から流れ出して南流する。阿座新山に発して、大阿座森を南流するのは宮川。阿座三大寺に発して南下するのは、串田川。阿座緊張さにより発して大、大阿座。 北端を南流するのは陽岩寺川。北端座西山殿に発して、大あ北端を過ぎるのが、味泥川。これらはいずれも細流であり幅8から12、3県、ほどに過ぎない。これらの河川を合流するのが、横川内市天井川と呼ばれた河川で、森あ座本城山に発し、岡本梅林の東方を南流し、 田中の南方に至って東流、岡本北畑地内を過ぎ、さらに、味泥ドロ川、陽源寺川の二河川を合わせ、工事中野地内を東流し、本城村深江地内に入って、宮川、串田川の二河川を合流、下流で、高橋川と名を変えて南流して、深江西方で海に注ぐ。この川は延べ十数町にわたって東流し、その大きな横包みから横川と呼ばれていた。 合わせて一里34町20軒の長さがあった。記録は残っていないが、上履性の水路として、流路を人為的に変えられたと考えられている。周囲より高い天井側地形を形成し、しばしば氾濫しては、周囲の高地に被害を与え、また交通に及ぼす害も少なくはなく、地域発展の妨げとなった。 そのためこの川の被害を受けるところの約200丁の一大高地を整理して各河川を直流せしめる工事が昭和2年に実施され天井川と高橋川は切り離されて別々の水系となった岡本の山麓には岡本梅園という梅林があった梅はその昔東国からこの地へ植えられたものと伝えられ俗に東梅と呼ばれた およそ300兆の広さがあり、山水の景に恵まれ、花時には多くの観光客で賑わった。しかし戦前に住宅開発を受けて消滅した。16世紀前半にそうめんの製造が始まったと伝えられる。これは明治20年前後に最盛期を迎え、販路は阪神漁師、和歌山、熊本、東京、北海道、台湾、朝鮮。 中国大陸、アメリカ合衆国などにあった。その他に、藁製品として建て名は、アミナは、ドンホー農家が副業として製造、柿支部も、また農家の副業であった。石膏は主に精米溶石壺を作り、庭石も作った。大日本徳農家名館によれば、本山村の徳農家は、末吉勝之進、野巻吉、高倉実のなどがいた。 六甲三麓に偏っており、付近の交通は不便であるがゆえ、都会の影響は少なかった。しかし東の芦屋、西の住吉の別荘地の豪奢な生活ぶりは、素朴だった村民にも、金銭への同型を与え、やがてこの一帯も高級住宅地化していく。神戸都市計画区域への編入後は特に岡本は、芦屋と共に建築法の規制を受けなかったため、人気が集まった。 言葉遣いも従来はやひだったが、都市の影響を受けて、次第に優雅に転向していき、周辺の村々と同様に、衣食住も向上していった。明神近畿は、他町村と変わるところなく、特に岡本の明王院は初期にをなし、田中の小安地蔵は、安山に、霊言ありとされ、中野の岸神は、入獣が出ると称し、森稲荷神社は、 この勘の虫に効くとして進行者は、すこぶる多かった。阪神大水害によって、死者6名、行方不明者5名、負傷者236名、流出家屋50個、前回221個、半壊427個、土砂に埋没した、家屋320個、浸水1 180個、被害総額1400万円をこうむり、これは、 昭和12年度当時の歳入歳出予算の70倍に達した。また、昭和20年の5月11日、6月5日、8月6日の3回に、渡り、空襲を受け住宅地の65%が小土と化し、理財面積は27万2000坪、理財者6714人、理財家屋2526個と全体では、 約59%の理災率をこむったを攻撃目標とする際の目印として森稲荷神社の赤鳥居が記入してあった。これらの被害からの復興は自力では困難であり、本山村は合併の必要に迫られた。戦前から東灘後が町村と足屋による江南市、灘市構想があったが昭和16年に頓挫している。また、 昭和23年9月8日に、神戸市から合併の要望が提示され、9月18日、神戸市合併研究委員会が設立され、正式な合併希望が申し入れられた。昭和25年3月13日に、住民投票があり、有権者推定数1万3000人中7059人の投票があり、有効投票数6965票の、 うち千七3731に対し反対が3234で、神戸市への合併が決定した。3月14日、正式に合併手続きが申し入れられ、3月29日、神戸市役所にて、合併を覚書に調印。5月1日から10日にかけて、リコール運動があるもうちわもめで申請取り消しが、相次いで中止。 5月20日から25日に第2次リコール運動あるも地方自治法改正を受けて中止。7月4日に村会にて議員投票で賛成23対反対1で神戸市への合併を決定。8月15日第3次リコール運動があったが署名数不足により不成立となった。こうして昭和25年10月10日、本山村は 神戸市へと編入された。合併の条件として、本山村役場を将来本山の住民が使えるような公共の建物として設置すること、本山村市編纂と教育関係の学士奨励のために100万円を与えること、村役場の林を神戸市にそのまま引き継ぐことの3つが取り決められた。2番目と3番目の約束は履行されたのに対し、1番画は、 敷地の一部が売却されて、神戸市立東灘図書館や保育所に転用されたが、神戸市は合併条件にある公共の建物に該当するので条件は履行しているとの見解を取った。その後、東灘図書館は平成25年に住吉東町へ移転し、役場とは元山地域福祉センターとなっている。昭和44年には、 旧存財産である、本城山及び岡本六甲山を市に売った資金で、各大技を単位とする八つの財産区を設立している。ありがとうございます。